長野県駒金市と宮田村との境を流れる大田切川の川口周辺。稲田にお南北に流れる天竜川が作った貸し岩球を横断するようにいくつかの川が浸食している。田切とは日本の地形、または地形を由来とする地名さらに人名。地名としては日本各地に存在する。由来は田切るであり、傾斜地を流れる河川において両側が 崖状になっている場所を水が激しく流れる様子のことを言う。地形としては、戦場地などの寒斜面や大地が河川により深く侵食された結果、川床の低地や球害によって分断されたものを言う。長野県稲地方は、田切地形、地名の最も顕著な例であり、天竜川の河岸段球や断層崖を横断するように、天竜川の各支流が流れ、 断球面を激しく侵食し、多切り地形を作っている。河川と断球面の高低差は50メートル以上と、断崖を形成する場所もある。このため鉄道や主要道路は、このような多切りを横断する箇所では、数百メートルほど上流側へ迂回するカーブを描いて、傾斜を緩めるコースをとっている。高低差が、さほどきつくない東京都目黒区有天寺駅付近にも、 かつて町名として存在していた。現在は、田切り公園という公園名での皆を残す。新潟県妙高市にも、田切りというあざなが存在し、妙高火山のすそもの観斜面が、大田切り川、豪田切り川、白田切り川などによって侵食されている。ありがとうございます。